ヘールシャム子爵は、イギリスの子爵位、連合王国貴族。1928年に、政治家、ダグラス・ホックが除されたのに始まる。一族の邸宅である、ケトル・ソープ・ホール二大子爵クイン・ティン・マクガーレル、ホッグ社ク爵位一大放棄を行った後、閣僚職を歴任した。保守党の政治家で、閣僚職を歴任したダグラス・マクガーレル・ホックは、1928年に、 サセックス州、ヘールシャムのヘールシャム男爵、ついで1929年に、サセックス州、ヘールシャムのヘールシャム主爵に助せられた。その息子である2代、ヘールシャム主爵、クインティン・マクガーレル・ホックも保守党の政治家として、閣僚職を歴任したが、貴族院議員であることは、政治家としてのキャリアアアップに不利と判断し、1963年7月に制定された、 貴族法の規定を使って、爵位一大放棄を行い、庶民議員に転じている。しかし1970年には一大貴族たる、サセックス州ハースト門州のメルルボーンのヘールシャム男爵を受けて、再び貴族院議員に戻っている。現在の当主はその息子である、第三代ヘールシャム子爵、ダグラス・マーティン・ホックである。 彼も保守党の政治家であり、2015年10月12日に一大貴族として、リンカンシャー州ケトルソープのケトルソープのヘールシャム男爵に除されている。一族の邸宅は、リンカンシャー州ケトルソープ近郊に位置するケトルソープホール。厳頭主である、第三代、ヘールシャム子爵、ダグラス・ホックは、以下の爵位を有する。ありがとうございます。